300キロ以上のスピードを出しながら、鉄道の、ね線路の上を走るわけですから、すごいですよね。鼻が長いです。とてもね、鼻が長いです。私はね、こちらの新幹線、いい5系がね、大好きで、一度乗りました。上野からなんですけども、田沢湖まで乗りました。ミニ新幹線なんですけどもね、この新幹線の特徴は、普通の、ね、新幹線でちょっと幅が小さいので、ホームにね、隙間ができてしまうということでね、ここにね、走行中はないんですけども、乗り降りするときだけはね、ステップが出ます。こういうふうにステップが出ます。こういったね、心配りもね、JR 東の鉄道マンをね、皆さんが考え出した知恵ということでね、日本のやっぱり、列車、鉄道マンはすごいです。お客様本位ということでね、考えております。本日もね、台風が来るということで、お客様の安全第一ということでね、列車を止めてます。列車を止めてます。3連休の初日なんですけどもね、列車を止めてます。やはり日本はね、安全第一、お客様第一ということでね、考えております。8月の15日の時も、東京から大阪まで、その先はね、列車が行かないという台風の関係で、ね、行かないという、計画を運休をしました。今回はね、関東台風9号が直撃ということで、こちらの方は、東京大阪逆に、ね、運休という形になっています。台風10号と何もないことを、ね、祈っております。明日にはね、通り過ぎてしまうということなんですけども、私の見ていただければ分かると思うんですけども、ゴルフ場のね、ポールが倒壊して家をね、直撃してました。